朝日を浴びながら、あちらは普通電車。先を見てみると高槻となっています。続々と列車が出庫していくのが見えます。よいしょ。何しろ朝が早いもんで、時刻は6時21分、6時21分発米原快速が間もなく発車しますのでね、ちょうどここの下の線路を通るかと思います。お、列車が、あちらは普通市場生手行きと書かれております。普通市場縄手行きは6時29分発4558C でした。その電車はこれに充当されているというわけです。これですね、すごいことにこの奥を見てみたら分かるんですけども、明石海峡大橋が見えます。西明石車庫をバックにして、明石海峡橋をバックにして西明石車庫があります。今ここを通過していったのがですね、快速電車となっております。後ろ普通って書いてあるけど、明石から快速になりますね。本当は事実上西明石から快速なんですけど、朝日が昇ってきましたね。ちょっと暑くなってきた。現在時刻は6時23分です。先ほどの列車は6時22分発 710M 米原駅の快速電車、舞子、垂水、須磨に停まるタイプです。朝の時間帯は快速電車が舞子、垂水、須磨に停まらないタイプ、そう、新快速の線路を使って走る快速電車が見ることができるんですけども、お、出てたら列車がまたどっか出るのかな。ライトがついているのがそこの電車と、それからあそこになるんですけども、多分あそこのはね、出庫準備とかがありますのでまだ出ないと思います。こっちの方が先出そうだな。それで今度新快速側の線路を出た、あちらが6時24分発新快速安行き 3406M です。12両編成やっぱり長いな。おお、すごいすごい、車庫の間通り抜けていきます。ちょっとここでもなんだから、やっぱあっちの方行った方がいいかな。また出発の列車があるようです。次の電車は6時25分発 116C、各駅停車京都行きです。こちらですね、こちらが京都駅となっております。京都までの各駅に停まります。次は明石、そしてそこから朝霧、舞子、垂水、塩谷、須磨、須磨海浜公園、ずっと止まっていくわけなんですね。朝からこんな車庫に来て電車取ってるのも大体変人だとは思うんですけど、うわ、こんな変人がいるぞって、この陸橋ね、陸橋のところをね、見ている人がいるんですけど、先ほどその方とねちょっとお話ししましたが、朝はねここやっぱり忙しそうで、たまに眺めて面白いなと思う時があるそうです。はぁとか思いながらね、あそこに人が乗ってるからあれ動くんじゃないかな。でも右側の普通の幕の方が動きそうだな先に。お、来た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 。いや、これが大きそうなもんだけどね。普通京都行きって書かれているので、まだ先か。次の京都行きが全然ないな。次の京都行き6時48分です。
現在6時27分ですから、もうちょっと時間かかるのかな。今日は月がさっきまで出てたんですけど、現在もあのようについこの間ですね、昨日か一昨日ぐらいが中秋の名月だったっけな、一昨日ですね、一昨日に中秋の名月とかいうのがありまして、ここにずっといてもあれだから、あっち側行こう。ここ車がすごい速度出るからね、ちゃんとね気をつけて渡らないと引かれて死ぬからね。あの奥のちょっと青いラインかかってる場所が、あれが新幹線西明石駅です。そしてこちらに見えるのが JR 西明石駅。警笛鳴ってましたね、さっき。今ちょうど6時30分になったところです。先ほど出て行ったのが6時29分発 4558C 四条縄手行きの各駅停車です。こんなこと言ってももう3番線に列車来てんじゃねえかと、そういう感じなんですけど。おお、ムシムシ、ハチがいたよ、本当に。もう夏も終わりなんだからさ、暑いんだけども。いや、さっきのミュージックホーンめちゃくちゃ綺麗だったのにな。車庫見ながら撮ればよかったわ。あちら奥に見えるのが3番線なんですけど、ちょっと今見えないね。まもなく6番線に到着する電車があるようですね。5番線かな。時間的には 4560M 松井山手池の各駅停車、あれその外側から追い抜かしてきたやつ、あれがですね、あれがそうかな、あれが普通電車の加古川駅ですね。奥に見えるのが加古川駅、手前に見えるのがこの西明石で折り返して前原京都方面に参ります電車です。台車綺麗だなあいつ。場所は戻りまして西明石発出所明石運転所です。これ後ろすごいなんかでかいトラックとかトレーラーが通るとうごんうごん言うんですね。普通電車の播州阿古行きに充当される列車が今西明石駅へ向けて出港したところです。いい加減暑いから早くしてくれというそんな感じなんですけども、あちらが西明石を6時36分に出る 3408M 新快速米原行きです。
景色聞けるのいいね、ここ。街の方にも電車が止まっているわけで、あれが入ってくるってことだってあります。なんだかんだ言って朝のここに来たのは初めてですから、朝の時間帯にここ来ることってあんまりないんですよね。めったにないです。さて、もうそろそろ上りのね、列車が増えてくる時間帯になります。あちらが6時38分発4560M 各駅停車松井山手行きです。あ、待って、あの列車出るじゃない。奥にあいつ225もいるんだ。223の奥に、ちょっと画面が見にくいですけど、左側に止まってるのが223系ってやつで、そのさらに奥の右奥に止まっているランプのついているあの電車が225系同様です。ということで、しばらく出庫とかの量が少なくなりそうなので、あ、でもポイント切り替わってんな。ちょうど列車が出ていたところです。おそらくあれは6時48分発各駅停車高槻駅、そんなに充当されるんでしょう。あ、ここ陰に入るから涼しいわ。おお、最高。西明石に到着する普通電車がやってきました。今通過していったのが特急楽楽播磨号です。姫路まで乗り入れていまして、あの列車新大阪まで行くわけなんですね。そろそろですね、西明石駅の方に、ね、戻ろうかなと思っております。本日はね、本日西明石車庫というのをね見てきた、そういう話なんですけど、列車が出庫していく様子、もうすぐ朝のラッシュ時間帯ですので、その様子を皆様にご覧いただけたかなと思います。ということで、本日はご視聴ありがとうございました。この後ですね、西明石駅の発着集なんかもね撮って、多分編集で載っけておきと思いますので、そちらもぜひぜひご覧いただいたらと思います。ではここまでご視聴ありがとうございました。本日はですね、西明石駅の方を見てきましたけども、今回はね朝ね早かったということで、僕結構クタクタで疲れてるんですね。そういうわけなんですけども、本日もご視聴ありがとうございました。楽々針も見れてよかったですね。では、さようなら。また他の動画でお会いしましょう。